毎年ね、春になると大陸の方から黄砂が飛んでくるってね、ニュースになるんだけれども、そうするとさ、アレルギーが出るとか、洗濯物干せない、車が汚れるっていう悪い面ばかりニュースに出るんだけれども、だけどもあれもね、いい面があるのさ。まあ、それは何かっていうと、あの黄砂にはミネラルがいっぱい含まれているから、土壌を肥やしてくれるのさ。土をね、肥やしてくれるので、まあ、俺の専門分野じゃないけれども、海に黄砂が降るとそのミネラル分で植物プランクトンが増えて、それは今度ご飯になるわけじゃん。魚とかのね、生き物、他の生き物のご飯になるわけだ。だから海を豊かにしてくれる、土を、海を豊かにしてくれる、すごく自然にとって重要なものなのさ。ありがたいものなのね。なんだけれども、テレビとかってやっぱりさ、まあ、テレビだけじゃなくて俺もそうなんだけど、やっぱ自分で見たもの、自分の視点、人間の視点だけの狭いところだけを見てるから、やっぱり悪いところばっかり目つくんだよね。まあ、俺もそうなんだけどさ。だけどもやはり大きい目で、まあ、聴感的って、鳥が飛んでて空から見るような感じで、人間が見る地面じゃなくて鳥が上から見るような聴感的視点っていうので見れば、黄砂っていうのは確かに問題もあるけれども、そういうね、土壌を豊かにしてくれる、海を豊かにしてくれるっていういい面もあるんだっていうことに気づけばね、まあ、少しぐらい我慢するかと。外出控えれるなら控えよう、出なきゃダメな時もマスクをして出ようとか、洗濯物は家に干そうとか、今日やらないで明日まとめてやっておこうとか、ね、車もね、まあ、洗車の手間増えるけどまあいいじゃないかと、ね、思ってみればいいんじゃないかなってさ。俺なんかはもう大日が降ってくるじゃねえかってさ、ね、大陸からモンゴル、中国ありがとうってさ、そう思って黄砂のニュースは見てます。で、黄砂ってなんて、まず何なのさっていうことなんだけれども、あれなんか俺も知らなかったんだけど、調べると砂漠とか氷河で、発生した岩の粉、それが風で堆積したものが風で舞って日本とかに来ると、中国通って日本に来るっていう形らしいのね。で、これさ、この堆積物ってさ、あの洪水による堆積物とかそういうものに並ぶ重要な堆積物だって言われてるらしいのさ。で、確かさ、義務教育中学校だと思うんだけどもさ、メソポタミア文明だったべかな、その頃でよく洪水が起きますと、インドの方だったべか、まあその4つぐらい世界にあったじゃん、文明がね。で、その洪水がよく起きて土砂が堆積する場所って、土がね、肥沃になって農業が盛んになって、そこで文明が発達したって、それそういう説明があったのをうすらと覚えてます。だからそれに匹敵するぐらいの並び称される堆積物が風に舞って飛んできてくれるんだと、ね、日本にさ。俺すげえありがたいことだなってさ。だから、まあ、確かに黄砂も悪いところはあるけども、そういういい面もあるんだっていうことをまず覚えておいてほしいなって。土が豊かになると、海が豊かになる、でしかもタダで来てくれると、ね、エネルギーをかけて人間がね、あのガソリンとか使って車を運転したり海を渡ってきたりとかして肥料を持ってくるんじゃなくて、地球が勝手に持ってきてくれるんだって、そう思うとちょっと交差の見方が変わるんじゃないかなって思います。で、あれなんでこの春の時期だけなのかっていうのも調べたんだけども、夏とかになると植物が生えて、まあ、カバーするね、カバープランツそういう技術もね、農業にあるんだけども、土とかが風で飛ばないように、植物で覆ってしまおうっていう技術があるんだけども、そういうようなのが自然に発生して、植物が覆ってしまうから飛ぶ量が減って、夏とかね、そういう時には飛んでこなくなって、今の時期春先っていうのは植物も少なくて乾燥もしてるから飛びやすくなってるんだっていうさ、これも季節柄で仕方ないことなんだなと。だんだんね、そうやっていろいろものを覚えていくとさ、調べていくと、ね、まあ面白いなって。俺自然大好きだから、そういうの調べるの好きで、しょっちゅうね、あのスマホとかでね調べてるんだけれども、ね、暇があればさ、あ、そういうことだったんだって、そういう働きで、植物が育って良くなって、で土も良くなって海が豊かになって、でそして俺らが恩恵を得られるんだって勉強して楽しいんだよね、やっぱね。で、黄砂も楽しい、やっぱそういうさ、だからそれで勉強してって
義務教育で覚えたその文明のね洪水の堆積の話が交差につながって、じゃあそれが風にただでただただ勝手に飛んできてくれる、人間が労力をお金をエネルギーをかけなくても飛んできてくれる、いやすごいなって、ありがたいなってさ、もう俺なんか無ヒーローだから買ってこないから、まあ、そういう交差がいっぱい来るっていうのはちょっとウキウキするんだけどもさね、うん、ありがとうございますみたいな感じでね、うん、やはり交差ってものを悪い面だけ見れば、確かにねアレルギーでねくしゃみが出る、鼻水が出るとかいろいろあるだろうけれども、確かにきついね。俺も結構出るんだよ、多分出るんだよ、あの高3の時とかね、確かに困る。で洗濯物を外に干せない、乾きづらくて生乾きになったりして困る、確かに、車が汚れると洗車大変、手間分かるなんだけれども、やっぱりそういうさ、土が肥える、海が肥える、食べ物が取れるっていうさ、そういうプラスの面もあるってことを覚えておいてほしいなって。だから農業とか食がね安定してない国ってのはやっぱり弱いから、経済的にも例えば有事の際でもね国民を守れなくなるから、そういう面で考えても日本がね土が自然が豊かになるんだと思えばね、そう思って少し交差の見方をね、悪い方だけじゃないんだよってことを覚えててほしいなってさ、ね、思うのさ。これしかもこの話してもさ、だけどさって交差鬱陶しいじゃん、うざいじゃんってね話になるから、あまり喋ってこなかったけれどもね、 YouTube を通して皆さんにそういうのも知ってもらえたらいいなと思って動画にしましたね。交差も悪い面も確かになるけど、いい面もあるとね、人間もそうじゃん、いいところもあれば悪いところもあるとね、そういう感じで交差も見てあげてほしいなって。地球全体を見てね、人間の狭い視野で見るだけじゃなくて、地球全体で見れば植物にとってもなんかいいかもしれないし、土にとっていいかもしれない、今後のためになるかもしれないし、ね、そう思って交差のことも多めに見てもらえたらいいんじゃないかなって思います。